皆さんご機嫌いかがでしょうか。どうもバズカです。さあ今日はですね、こちらこれ三宝亭っていうものかな、三宝亭、とろみさんラーメン、こちらの方を食べてみたいと思います。はい、それではですね、こちら中身の方を開けてみたいと思います。まずはこちら上にね袋がついてるんで、ね、ちょっと取ります。お召し上がり直前によくもみほぐして入れてください。噛んだわ。うん、蓋の上で温めてくださいって書いてあるんだよね。あ、別にね、入ってる、なんか入ってるわけじゃないね。いつももう中に具が入ってんだよね、もう具と粉。はい、じゃあそれではこちらお湯入れていきましょう。麻婆麺、サンラーメンか、とろみサンラーメンと一応書いてあるんだけど、でもまあ麻婆麺ともこっち書いてあるんだよね。ちょっと辛めなのかな、ちょっと匂いが辛い。さて、こちら全部揃いましたので、とりあえずこれ5分か、今度5分このまま待ってみたいと思います。はい、それではですね、5分経ったということで、こちら開けてみたいと思います。はい、それではちょっとこれかき混ぜます。うん、まあちょっと早かったかな。はい、それではですね、こちらの方、先ほどのね、袋のやつ、こちらの方をかけてみましょう。はい、それではですね、こんな感じになります。それでは、こちらの食べてみたいと思います。はい、それではですね、こちら三宝亭とろみサンラーメン、こちらの食べてみたいと思います。ちょっと辛そうだな。それでは実食。うん、うん、あ、怖い。なんかとろみって感じはしないな。でもなんかね、ちょっとピリ辛かなと思ったけども、なんかそうでもない。うん、うん、なんかそうでもないな。ピリっていう辛さがないんだよね。だから辛いものが苦手な人も食べれる。しかもね、これね、とろみがついてるから、多分外でも食っても美味しいと思う、これは。うん、外でも温かくて美味しい。そっちだ。はい、全部食べました。はい、こちらですね、今日は、三宝亭、とろみさんラーメン、こちらを食べてみ食べましたけども、いかがでしたでしょうか。まあさっきも言った通りね、ちょっとねピリ辛するかなと思ったけども、そうでもないんだよね。ピリ辛あんましなかった。ただ、最後の方では、酢が、うん、なんか酢の味がしたんだよね。うん、で、あとね、これとろみがついちゃってるから、うん、あまりとろみ、あまりかき混ぜてなかったせいなのか、とろみがついてたかどうか俺ちょっとわからなかったけども、とろみがついてるから、最初から最後の方まで、うん、食べると分かると思いますが、熱いままで召し上がることが可能となっております。だから、室内で食べるよりかは外で食べた方がいいのかな、もしくは寒いところで、うん、食べた方が全然美味しいと思う。うん、普通の、ラーメンとは違って、まあ、とろみがついてるから、あまり冷えることがないっていうことです。これもね、結構ね、うまかったです。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。それではみんな、グッバイ。